んばんは。寝起きじゃないです。こんばんは。ウィース。風邪じゃないんだけど、ちょっと鼻炎で。こんばんは。そう、ミュートマスターした。今日の眠気、でも今日はあんま眠くないです。でなんか偏頭痛かなんかで、なんかちょっと頭が痛いくらい。犬いやなんかこれメールに書いたんですけど、なんか届いてるかどうかわかんないんだけど、友達から犬の動画が送られてきてポメラニアンなんですけど、めっちゃ可愛くて、もうなんか犬っていいなってなってた。犬可愛い。そう、ふわふわのねポメラニアンの動画が送られてきて、でその友達の家には何回か行ってるんですけど、なんかそのワンちゃんめっちゃ懐いてくれてて、私に。そう、めっちゃ可愛いんだよね。ごめん、もう犬派になっちゃったかもしれない猫も可愛いんだけど、犬が可愛すぎてやばい今は。なんか弥彦行った時になんかでっかいサモエドがいたんですよ。それでなんか触らせてもらったんですよ。めっちゃ可愛くて、本当に。あれ、あった。すいません、鼻かみます。今日さあ、そう、鼻炎がな、やばい日だった。めっちゃ可愛い、ありがとうございます。サムエのマジで可愛かった。モフモフしてて、薬ね今切れてるんですよ。病院行かなきゃ。犬になったらワシャワシャ、犬にはみんなワシャワシャします。私はさすがに、なんか冷房つけたのに暑い。本当に犬かわいい。柴犬もいいね犬が可愛すぎて今日は犬にしました、テロップなんかさ、テロップさ毎回何入れるかさちょっと悩むんだけど、犬にしました。犬可愛いので犬になってる人がいる噛まれたから苦手になっちゃった。あー、なんか私も一回噛まれたことあるんだけど、なんかあんまり痛くなかった。なんかそう、猫派だったんだけど犬派になっちゃいましたでもどっちも可愛いからいいや。今日は
今日はさメイクしようと思ったんですけど、そう落としちゃって落としちゃいました。席の字が犬っぽいってどういうこと？犬っぽいか。お風呂は入ってないんですけど、ちょっとなんかメイク今日なんか嫌だったからすぐ撮ったアイコンが犬になってるえ、そうなんかいつもとメイク道具を変えたんですけど、なんか最初はめっちゃいい感じだったんだけど、なんか時間経ったらどんどんなんか崩れてきちゃって、自撮りはしました。でもそんなに可愛くなかったミュート使いこなしてます最近暑いこの部屋。こんばんは。お裾分けしますね。じゃあ NGT 入る前って自撮りしまくってました。そりゃ JK だもの。夏だね。夏が来たね本当に。なんかさ匂いが違うもん夜の。夏の夜の匂いめっちゃ好きなんだよね。こんばんは。今めっちゃすっぴんリップだけ塗ったねえ梅雨入り本当に雨やだな。ねえ夏の夜めっちゃ好き。だから夏のお祭りとかマジで好き。花火とか。夕方の配信ももちゃんもミュート使いこなしてえ、そうなんか言ってた。お腹止まらなくてみたいな本当にやばい。なんでだろう。なんか急に鼻水が止まらないえ、そうなんか本当に夜の散歩めっちゃ好き。なんかさ花火大会の帰りとかめっちゃいいよね。いやミュートしないで鼻噛むのちょっと恥ずかしいですね結構しっかりめに噛んでるからさ。花火大会の帰りは人多すぎ。え、なんかそれが良くない？人いっぱいいるのが逆にいいっていうか。青春のカムバ、なんかいいよね本当にいいよね夏祭りって。楽しみだもん今から
ああよかった。そう、夏の夜ってマジでいい。マジでしたい、行きたい。したいって言っちゃった。何をだよって感じ。私とお祭りに行くのは、頑張らないといけないよ。ね、本当に長岡花火行きたい。なんかさ、あの、そう、夜のさ、なんか夏の夜のさ、カエルがさゲコゲコしてるのもさいいよね。もっと稼いだい。そういう問題なの。私はなんか本気で好きにさせるとかじゃなくて、稼げばいいとか、そういうそういう話。いや、鼻水やだな、ほんとに。ダメだ、もっと、ちょっと鼻水が。ああ、ムカつく。腹立つ。いや、詰めるのはな、ちょっと恥ずかしいな。こんばんは。いや、ちょっと太った気がする最近。気のせいかな。なんか太った。最近さ、ダイエットとか全然してないからさ、ちょっとなんかほっぺに肉がついた気がする。なんか私太るとき、そう、顔に出ちゃうんですよ。顔に肉がつき始めて、そっから徐々に体みたいな。めっちゃ食べちゃったこの期間。触らせてみてさ、下心が。腹筋はちょっと線出てきたから、最近やだ、痩せないと。日焼けもしちゃったんですよ。いや、レッスンをサボってるとかじゃなくて、普通に顔に食べ過ぎて肉がついてる。腹筋にグーパン DV やん、それ。
女の子にむくんでるとか言うとモテないよ。え、なんか食べ過ぎた気がする。気のせいかな。大丈夫だよ。あ、でもなんか今までなんか私そんなに普段そんななんかあんまり食べないんですよ。けどなんかお腹が減って食べちゃった。やばい、くしゃみ出そう。もうイライラしてきた。鼻炎なんですよ。でもさっきまで全然そんなことなかったのに、配信始めた瞬間鼻水とくしゃみが止まらなくなっちゃった。やばい。よりによって配信中にさ、犬アレルギー。それはない。なんかさ、もう鼻炎に生まれた時、鼻炎に生まれたからさ、もう人生損してそう。鼻炎に生まれただけで人生損してる。最悪だもん本当に。鼻炎って最悪なんですよ本当に。鼻炎にメリットとかマジでない。ムカつく。時間あったら病院に行きます。はあ、だって風邪じゃないのにさ、鼻水とくしゃみが出るんだよ。最悪だよね。そう、薬もう眠くなっちゃうからあんまり飲みたくない。え、そうだよね。なんか鼻炎の薬ってマジで眠くなるよね。エアコン入れてる。朝配信よりイライラしてきた。え、エアコンじゃないよ多分。え、そう、鼻炎の薬ってそう、なんか飲んだ後に運転していけないって書いてあるよね。だから私人生の半分鼻炎のせいでいろいろできない。最悪。イライラ してる。最悪、本当に嫌なんだよね。こんばんは。
あ、でもとりあえず落ち着いたかもしれない。イライラしてる方が楽しい。何それ。パンチ。今日本当にいろいろ最悪コンディションが。みんなが機嫌取ってきた、焦って 暴れないから大丈夫だよ暑すぎ。なんでこんな暑いの配信してるのに。配信じゃないや、なんだっけ、エアコンつけてるのに。いろいろ無理、全然してない、無理なんか全然してないよ、イライラ。あ、できた。ミュートが解除できなかった。あー、腹立つ 腹立つ。なんか鼻声だもん今日。え、ももちゃん配信するんだ。今日さ、髪色変えたのさ、変えたというか黒染めしただけなんだけど、ママに言ったら可愛いって言ってくれた。なんか黒染めっていうか、その地毛に近いようなちょっと透明感のある黒髪にしたんですよ。でもなんか照明が、この照明ちょっと分かりにくいから、え、そうなんですよ、黒髪 地毛に近い色にしてもらいました。なんかもともと真っ黒じゃなくて、ちょっと茶色も入ってたから。本当に清楚だよね、ほら。やっぱ私って清楚なんだ。7%が 7%か。毛先？こんな感じだよ。ももちゃんすごい髪型して、え、めっちゃ見たい。なんか私日焼けもしちゃった気がする。腕が真っ黒になった気がする。
でも私日焼けしてる人好きなんですよ。あ、どうぞ。さよなら。なんか色黒が結構好きで。なんか結構そのなんか最近の女の子ってあのなんて言うんだろう最近の女の子ってさ、なんかちょっとさ、なんだろう、なんか色白でなんかちょっと女の子っぽい男の子好きじゃないですか。女の子っぽいっていうか、なんて言うんだろう、なんか中性的な顔立ちの子好きじゃないですか。でも私あの色黒で眉毛太くてキリッとしてて彫りの深い人がめっちゃ好きなんですよ。これ私のアニメの推しなんですけど、わかりますかね。全部ダメ。日サロに行きましょう皆さん。こんばんは。アニメの話ですこれ。アニメの話、アニメでのタイプはそういう人。なんかアニメでなんか推しとか絶対できるじゃないですか、アニメ見てたら。なんかそういうので私推しが全員そういう感じの人なんですよ。現実のタイプ、現実は優しい人がいいですね。実際現実でタイプ、うん、優しくて優しくて、うん、慎重さがあるのがいいですね。それであのなんだろう、お金持ちで、あの生活に困らない収入を得てくれている人で、そうですね、うん、わかんないな、私のタイプってなんだろう、うん、元気な人がいいです。そう、犬みたいな人、いいですね。あと運動できる人。かな。わかんない。もっとサッカー。運動できない、腰痛い。タイプ聞いて元気もなくなって頭もなくなごめんね。でもタイプってあくまでタイプなんですよ。
だから別に好きになる人とはそれはまた別。全部逆。でもこういうのって普通さ、ここにいるみんながタイプだよとかさ言うべきなんですかね。お主催の許可、え、何の許可。あ、正直に言い過ぎ、ごめんね。でもさ、タイプとさ好きな人ってさ違うからね。タイプはタイプ、好きな人は好きな人だから。めぐちゃんそういうの言わなくていいわ。あざたいのはダメだってさ。悪い顔してた。ほんとそうなんですよ。なんか私別にタイプはあるけど好きになるかどうかって言われたら、うん、違うかな。全然凪ちゃんのお伝え振ったら嬉しいの、嬉しいに決まってるでしょ。嫌な人いないでしょ。うん、誕生日近いですが同期でタンプレで服プレゼントされるなら一緒に買い物行ってほしいですか。そうだな、服だったら一緒に行きたい。好きな人の好きな人、好きな人の好きな人。 OKOK 理解。一瞬理解できなかった。うわ、ハート型ウイルス、ハート型ウイルスって聞くとさ、あのサホとメリーとニコ生でカラオケ大会で歌わせてもらったのを思い出す。おしさいリームのピンクピンクの許可ください。勝手に振ればいいじゃん、なんで私が許可を取らなきゃいけないんですか。なんでわざわざ聞くんですかね、それを。嫉妬させたいんですかね。ハート型ウイルス懐かしい、懐かしい。あれ3人でちゃんとフォーメーションも考えたんですよ。セリフね、覚えたんだけど忘れちゃった。なんだっけ、そう、メリーが言いたいって言ってて、あれ楽しかった。あ、そう、絶対にありえない。やば、3人で聞きまくりました、あれ。鼻詰まっちゃった、ちょっと待って。そう、なんかハート型ウイルスは卒業するときに絶対にセトリに入れたい。何が何でも入れたい。メリーとサボで、なんかメリーがずっと誘惑のガーターをやりたいって言ってて、やろうねって言ってました。
でも超恥ずかしくないですかあれやるの。ちょっとさハードル高いよね。でもメリーはめっちゃ似合いそう。確かに。もうそんなこと考えても確かに早いな。たかしとかに見せ、確かにたかしには絶対見せちゃダメだ。たかしにはあのダメです。私はセクシーじゃないので。講演開始23時確かにあの未成年お断り。たかしが見たらもう鼻血が出そう。やば。メリーは絶対似合う気がする。見たいもん。なんか私もその曲知らなくて、メリンチでその YouTube で見せてもらったんですけど、マジであの鼻血出そうだった。初めて見た時。たかしと2人ユニット、たかし何がいいですかね。逆にたかしとユニットカオスなことになりそう。何がいいんだろうね。思いつかないや。たかし、てかたかしっていう名字あるのマジでいいな。たかしっていう名字のあだ名があるのめっちゃいいな。私で言ったら関野だもんね。炎上路線。おもろ。なんかさ、あの前座の時に、たかしの時のコールがさ、本当は言うたんじゃないですか。なのにたかしになってるのがめっちゃ面白くて、たかしになってると思って。もうたかしって結構浸透してるんですね。ゆうたんより浸透してる気がする、たかし。たかし、たかし好き。たかしの本当の本来のあだ名はゆうたんなんですよ。そう、たかしがいっちゃん可愛いよって聞こえるのが本当に面白くて、笑っちゃいそうになる毎回毎回。あ、たかし呼びなんだって思って、コールもたかしなんだって。ゆうたん誰、たかしのことなんだけど、もう誰って感じなの。かわいそうだよ。え、そう、私もたかしって呼んでるから、たかし超ですかわいい。確かにめっちゃ面白いそれ。いいね。いや、ちょっと席のはちょっと嫌だな。なぎちゃんでお願いします。私名前呼ばれるの好きなんですよ。なんかなぎって呼び捨てされるより、なぎちゃんってちゃん付けで呼ばれた方が私キュンキュンするんですよ。え、わかるかな。
なんかそうちゃん付けされるのが私めっちゃ好きで、なんか急になんかいるじゃないですか、なんか急にさなんか呼び捨てしてくるさ人ちゃんだけなんかそのちゃん呼びに慣れてからのあの呼び捨てが来るじゃないですかよくない、なんかいいよね。わあ危ない、いないいないバーじゃなくてリップを取りに行ったんですけど、まあ落ちちゃいそうになった。いや凪の山はちょっと一歩でかいか、この大きさですよ。えでかそう、でかく見えちゃう。磯丸も丸になってるの？もう原型とどめてないじゃん。私はちゃんで呼ばれるのが好き。それもなかった。関のっぴはひろかっぴに怒られそうなんでやめときます。ギーちゃんそっち？でも私ママにはなあちゃんって呼ばれてるんですけど、ママとか幼馴染とか、そうなんか昔から関わってきた人たちにはなあちゃんって呼ばれてるんですけど、そうなあちゃんいるからなぎちゃんにしました。そうだからなあちゃんって他の人が呼ばれてるのんってなる。私しゃべりそう。えっなあ、ナギって呼びやすいし可愛い子がつけてるでも私未だにナギナギって女の子に出会ったことがないくしゃみするとさ溢れるねコメントが。でもゴミ箱いっぱい溢れてるもん。おしさんえ、そうなんかナギちゃん一回いたんですよ、ナギって子。でも男の子で、あ女の子いないんだって。でもなんか最近増えてるみたいだね、ナギっていう名前。かわいいよねナギって名前、気に入ってます。なんかでもこれでも昔はそのナギって名前めっちゃ嫌だったんですよ
なんでかっていうと、そのギがすっごい嫌で、その点々が入ってるのがめっちゃ嫌なので、嫌だったのね。なんかそのもっと可愛い名前、ひめちゃんとかあかりちゃんとかそういう子が多かったから、それがすっごい羨ましくて、なんで私にはなんか点々ついてるんだろうみたいな感じでちょっと落ち込んでたんですよ、その時は。だから嫌だったんですけど、あの小学校高学年になったあたりからどんどん自分の名前好きになってきた。つぐみさんは可愛いじゃないですか。ひめちゃん、そう、その時はなんかひめちゃんとかあかりちゃんとか、なんかそういう女の子、本当にザ女の子みたいな名前が良かったなって思ってたけど、そう、懐かしい。でついでに名字もめっちゃ嫌だったんですよ、最初は。めっちゃ嫌で、なんか本当に小さい頃からずっとなんか名字でいじられてたから、それはちょっと嫌だったな。なんかやっぱいじってくるわけですよ、こういうの。よく相撲ネタでさ、嫌だったな。なんかそのあるじゃないですか、なんかちっちゃい子ってさ、好きな子のこといじめるじゃないですか。あれマジやめた方がいいよね。なんかさ、高校生になってもさ、そういうことしてる人いるけどさ、マジで嫌われたいのかなって思うもん。優しくすればいいのに。いや、うちのパパはセコっていうあだ名がついてた。謎に。なんで好きな子のことさいじめたくなるんだろう。やっぱさ、嫌がってる顔が好きなのかな。どういう心理なんだろうね。かまってほしいのか。かまってほしいならさ、普通にさ話しかけて喋ればよくない。謎。だって絶対女の子にはさ、優しくした方がさ、その子もさ好きってなるじゃん。ああ好きバレしたくないのか。ああでも嫌われちゃうぜ。構いたいけど周りの目もあるし、きっかけなすぎて。ああなるほどね。かわいい。めっちゃかわいいね、思春期。そうだね。分析。いや、なるほど、そういうことか。なんかなんでだろうってずっと前から思ってたんだけど、そういうことか。いいね。でも私はちょっといじめられるぐらいが好きですけどね。私もいじめるし、あっちもいじめてくるみたいな関係がいい気がする。なんか優しさばっかりだとつまんないじゃないですか。だ
からあっちもいじってくるけどこっちもいじるからその分そう、いやなんか別に M っていうやつじゃないけど、そう楽しいからね、そういうのがなんか優しさばっかだと飽きちゃうっていうか、そうたまには嫉妬もしたい嫉妬深いけどたまには嫉妬もしたいから、え違くて、その優しい人が優しい人好きだけど、その優しいさばっかりだけだとちょっとやっぱつまらないから飽きちゃうじゃん、嫉妬したらめっちゃ機嫌悪くないです、めっちゃなるよ、嫉妬したらずっとイライラしろ、私可愛がろうと思ったけどやっぱりいじりもそういじりたね大事だからね、え、そう優しさ波がないと嫌なの、凪の確かに、メリーとどっちが嫉妬深い、どっちだろう、なんかメリー嫉妬深いのか、でも私は嫉妬深いというより嫉妬したらもうずっとイライラしてる、なぎちゃん温厚になったら電話は出てくれるけど無言になりそう、おおよくわかってるね、私怒ると無言なんだよね、え嫉妬されるのも好きだし嫉妬するうんでも嫉妬するの嫌だけど、たまには嫉妬を入れてかないと多分飽きちゃうんだろうなって私思う、鼻炎とどっちがイライラする、鼻炎今は鼻炎の方がイライラする、え、そう私怒ると無言になっちゃうんだよね、でもそのなんだろう、無言になって溜めて溜めて溜めて爆発するタイプ一番やばいやつね、爆発します、顔にも出る、めっちゃめっちゃ悩み、それめっちゃ悩みなんだよね、私めっちゃ顔に出るんだよねイライラすると、でなんかだからキュンってなった時もキュンってなるしつまんなって思った時はつまんなっていう顔をするし、無言な時にいじるとめっちゃ怒りそう、怒るっていうかは何こいつって思っちゃうかも本当に、それから受付で顔よく見てみてください、ちょ感情が読み取れるかもしれないので常に爆弾持って本当にそう、今は怒ってないよ別に、私心広くないんですよ残念ながらはって顔されたらやばい、え、そうやばいと思って、うん、まあでも受付でじとめ、え、嘘そんな顔した、受付嘘だ、してないよ、やべ11時になっちゃう、でも本当に顔に出るの良くないよね、直したいな、ということで壇上を読みます急すぎ
13位つくねさん、12位ギバさん、11位スパローさん、10位パックさん、9位ケイヤさん、8位 D 山さん、7位 FTO さん、6位ビッグラボコさん、5位ハッピーさん、4位りょうすけさん、3位わたちゃん、2位新潟和さん、1位文星さんです。あざっす。いつもに俺とはラブラブでいいよ。だってなんだったわ。嫉妬すると本当にイライラしてる。ありがとうございます。明日暑いの？暑いって気をつけて。契約やだよ。仲良くしましょう。31はやば、大好き、ありがとう。おお、やめてそういうことするの。ああ本当に顔赤くなっちゃうから、バイバイ。おやすみ。熱中症に気をつけてね。